そうだよね、なんかもうここの歴史もすごいなんか長いのかな。そうなんですよ。どうなのかな、でも すごいな、すごいな。ん？なんかビニールみたいな、なんじゃこりゃ。コンバインとかね、うん、ぐちゃぐちゃになってる。網とかもありますね。あるね、あの、うん、フェンス。フェンス、いい地区って。いや僕もなんか岡山に来て、いい地区っていうこと方は書いてないですけど、結構テロ警戒中って書いてある、うん。あれかな、車の。ああ、カーブなそう。カーブで狙ってる。うん、ああ、いい感じやなこれ。いい感じのなんか。今日はね、どこに来たかと言いますと、いい地区っていうところに。いや僕もなんか岡山に来て、いい地区っていう言葉は知ってたんですよ。いい地区っていうところがあるよみたいな感じはしてたんですけど、実際来てみるとどうなのかっていう。結構なんかその周り見てみたら、やっぱ釣りしてる人とか、ね、結構工事業地帯ってのは今のところ分かったんですけど、いや、じゃあ何があるのかみたいな、まあ、全然分かんないんですけど、ちょっと探していきたいなと思いまして。結構多分でっかい船がいるってことは、その深さも結構いるんですよ、やっぱり、うん、だから、こういうのに結構やっぱり、なんか多分、船の関係？関係ですかね、なんか。あ、これあれですよ、多分石炭、石炭を船、船から船か、ね、こうやって上げるんだろうね。船からこっちに下ろして、車ね、ジョローみたいなとこだね。すごいよね、これ囲いにしてんだね。あ、そうですね、だろうね。これ肥料とか、もう、あれだね、肥料、肥料してるのは、すごいね、これ。すごいな。あ、マジか。すごいな。映画で見たことあるセットみたいですね。こういうなんかね、上の、あ、あるじゃないですか。ああいうのに、あの、こういうのにグラフがあるみたいなね。そうだね。ここは何だ、立ち入り禁止なんだろうね、ここの。え、でもさっきグラフがあるの、どうなんだろうね。あ、でもこれ通行所がいるみたいなね、書いてあるから。ここはいいですかね、鉄やつの状態だ。ん？なんかビニールみたいな、なんじゃこりゃ。ちょっと鉄臭いですよ、これ。ほんまやな。鉄臭いね、鉄っすよ。これもあれだよ、これ掴むやつだよね。何かとは書いてないですよ。でも結構テロ警戒中って書いてある。うん。だ
ろうね。とりあえずなんかすごいもの見てるけど。すごいです。あそこまで来ちゃいましたね。うん、いい地区のね。こういうところで結構走りが集まるんですよ。そうだね、結構。そういうコンセプトがあるのかもしれない。なんかいろいろあったな。墓石の？本当だ。墓石ケースだね。すごいな、黒いけどなんか。磨くんかな、これから。焼けたとかじゃないですかね。それはないんだけど。なんじゃあれ。なんだあれ、本当に。この下に、この上にコンテナとか置いたり。すごいな、でもこれすごいお金になるんだよね。そうですね。鉄くず。溶かすんですよ。うん、なんかいろいろあるね。これなんかだよね。自転車とか机とか椅子のなんかそういう鉄の部分。あの机も学校の、うん、あれだね。学校の机半分木で半分鉄みたいな、うん、あれの鉄の部分とか書き出しました。あと農機具とかね、絶対。コンバインとかね。うん。ぐちゃぐちゃになってる。網とかもあります、ね。あるね、あの。うん、フェンス？これなんだろうね。なんか非現金で書いてあるガス系。いろいろあるんですね、本当ね、うん。だからやっぱいろいろ輸送するんだろうね。バスでやったら、あれかな、車の、あーカーブがこう、カーブで曲がって、うん、あーいい感じやな、これいい感じの、なんかコースが、コースできてますね、うん、いいんじゃない、なんだろうな、これ天井謎よね、こうやって網を。ちょっと Google マップで調べてみようか、後で。そうですね、ね。使われてないんだろうね。なんか。フィルフェンス収納。なんか重油とか漏れた時に貼るやつ。ダイヤの墓場みたいな。はい。どうだったでしょうか、一区はね。本当なんかもう結構本当若い人とかもいてね。若い人とはやっぱ。おじいさんたちが釣りしたりしてて、なんか本当デートとかでも結構海辺とかも綺麗なんでいいかもしれないです。結構静かなのもいいかもしれないですね。本当にカップルとかで結構なんかああいう重機とかもあって結構かっこいいし、なんかそのインスタ映えとかもねすると思うんでそうだよね。なんかもうここの歴史もすごいなんか長いのかな。そうなんですよ。どうなのかな。でも結構昔から有名で、はいはいはい、そのE地区とかなんか ABC あるのか分かんないけど、なんか他の地区もあるみたいで、はいはいはい、でもここはなんかある一定のその大きい工場かな、なんかその肥料とかそういう関係の、はい、まあなんとか組とかあるけど、その組の事務所は結構多かったね。ありましたね、詰め所みたいなのがね、うん、であと廃材とかのそういうのとか、はい、ね。でもそういう一区画で、あの全然人が入ってもいいというか釣りスポットっていうのが異様な光景でしたよね、うん、若い子とかいたし、はい、でもそれに対してその工事関係の人っていうかこういう人は何も言わないし、何も言わないですね、うん、慣れてるんじゃないですか、うん、なんか謎だよね。謎ですよ、うん、ね、ちょっと気になるっていう方はね、ぜひともいい地区、釣りとかでもいいですよ、うん、今基本と釣りとかもね流行ってるんで、ということで終わりましょうか。はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。
。